はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなしというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、こちらというわけで、4枠目メインキャラクター、限定及川さん使っていくんですが、今回の配給大特集祭のサーブ枠というわけで、まあ、大注目なんですね、僕が。はい。ガード貫通 600% で、回復力ダメージ。なんですよ。ここに来て回復パが強くなった。で、4万の固定やね。これダメージえぐいんじゃないかなって思ってる。んで、特性でダブルタップ。必殺が2個以上あったらダブルタップっていうなかなか優秀な性能を持ってますんで、ラス枠にぶち込んで、浦原さんでロジャームーブして、必殺ゴリほど温存して、で、一番最後、ジョルノも付随させて、これゴリ割った場合、これ恐ろしいんじゃないかやっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、2枠目お前はまさかの、2枠クソぶっぱとかいうえぐいもん決めてきたというわけで、そうなんですよね。小野寺を使わないといけないんですよ。今の回復パーティーって2枠目がちょっときっしょいことになっているんですが、まあ大丈夫でしょうかというお話で、1枠目3つ割りされたんですけども、これどんだけ入る？はい、バグというわけでね、2枠目で殺人2枠目が行われているところで、僕は4枠目で殺人サーブを決めたかったんですけども、こいつ野外なんでね、なかなか厳しいんですけども、マジニジプチがなかなか、あー、生人間か？あららら4つ割り、火力としてはこれ5つ割り、6つ割りぐらいやな。フリ属性のこれやろ？いや、さすがに無理ちゃう。これ。しかも必殺上書きされたし、1個。これなんですよね。やっぱ回復パ。どんだけ強いキャラが登場しても、時代に嫌われるんか、回復パというのは。いつになったら救われるんでしょうか。ぜひとも僕がそのね、一陣と光となっていこうかなと思うんですけども。ここ一応36万回復、とうとうするんですが、これ大丈夫？ワンチャン耐えてくれへんかな。ガイ先生6つあり。いかほどというわけで。まあまあ入った。頼む！はい、ありがとうございました。ゴミを片付けたところでね、早速やっていくんですけども、よしゃすというわけで、お前みたいなやつがええねん。の？ぜひともこの人とは友達になってほしいなと、10秒で友達になって、5秒でブロックしていこうかなと思うんですけども、1枠目そういう変なことしてくれ、全然ええねん。もうこういうのでええねん。5周年ガイ先生使ってるやつなんかもう全員出ていけ。ずっと来てほしいと願っていたあの野外が、ついに来てこんなに嫌いになるとは思わなかったというわけだね。世も末なんですけども。ほんでもって2枠目。ここは上書きされたらクソ厄介やねんな。で、ガード付与と全然いい、こういう脳死のパーティーを僕は待ち望んでいたんで。ほんでもって、レジェンドがなんか変なもんを採用しているんですが大丈夫。まあ、これバフ回答とはなかなか刺さりますね。オッケー、素晴らしい。でもってここに関しては、まあ先に少年に託していきまして、6つ割りでしょ？そうやね。まあちょっと盤面的にお話にならないんですが、どこ割ってもやな。これ先に悟空班発動して、すばら！ハート割るか。ここのハート割って、で、小野寺友情コピって、はい、素晴らしい。ほんでもって、ブチン割り、ブチ着地していきながらの、はいと、ほんでもってレジェンドはね、少年に託していくムーブにしようかなと思いますわ。まあ、ここ、新しく登場した恋していったら、浦原さんと及川さんバランスタイプで、恋は回復力アップつくんですけども、これ、回復タイプっていう縛りがあるんですが、まあ、少年に託していくムーブは、全員に、タイプ関係なく味方全員にかかりますんで、
はい、他人に任せていきまして、でもってここ。なるほど。まあ、ロジャーちゃんと、まあ、4万固定ムーブですね。まあ、全然いいというわけで、これ結構、友情技が腐らずに済んでんな。まあ、こんな友情技しとるんで、ちょっと友情コピーが、まあ、腐るかなと思ったら、言うてそんなことなかった。でもってここに関しては、まあ、コピっていきまして、そうですね、着地地点はこれは右にせな、左にしたかったんですけども、右か。まあ、左というわけで、でもって定番のムーブ。このムーブマジで強いよね。ほんまに優秀なんですけども。はいと。ロジャーでぶち割りからのダメージ以下ほどなんですけども。まあ、お互いともにクソダメ、12万ダメ減入って、まあ、なかなかガチンガチンなんで。まあ、固定ダメージ分が減るぐらいかな。オッケー、素晴らしいと。さあ、ラスワーク。はい、ハンコック。ハンコックね、なんか、デバフなんか 100% ぐらいしてくんねんけど、これね、意味がないんですよ。回復力アップなんで、攻撃力が 1万%ダウンされて、攻撃力が1、0になったとしても、意味がないんですよ。回復力なんで。これがね、このパーティーの強いところではありますよね。んでもって、ここに関しては、盤面が死にまくってるんですけども、これ。まあ、しゃあない、ブチン割り着地していきまして、ジョルノからの、これ、マルキックでいい感じに繋がれ。へーい。これね、もっぱつレジェンドとかいう、無理やな、これは。はい、無理。はい、相手さんバフ、見る価値なし、こちら側。はいと、322の必殺ダメ、マルキック。流水合わせて362ですわ。以下ほど9個割と、いうわけで、なかなか火力出るんじゃないかなと思うんですが、ぶっちん入りまして400万オーバーですわ。ありがとうございます。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、まあね、上級者向け、クソほど上級者向けなんですよ。だからまあ今回の、及川さん、まあ、ゲットして、で、僕のこの動画を見て、あ、そんな火力出るな、ちょっと使おうかなと思ったそこの諸君は思いとどまってほしいなと思うんですけども、まあ、なかなかね、必須キャラが何人もいるんですよね。まず2枠目の限定小野寺、これ必須なんですよ。以外は考えられないんですよね。もう今の環境って。もうこの小野寺を使わへんかったら始まらん。まあ回復力アップは、他にもヒーローキャラ等々でもいるんですけども、追っつかないんですよ。まあそれで言うと、2枠目赤属性が怖いから、青属性の、トリコの、あいつなんていうの、歯磨き粉みたいな髪色のやつおるやん。歯磨き粉ね。歯磨き粉の髪色のやつみたいな、やつの、必殺、20% 回復力アップやったかな？だからね、青属性でもいるんですけども、いや、違うんですよ。それを積んでしまった場合、防御はいいんですけども、その代わり、ダメージがおざらにになってしまう。でね、今の環境って、絶対に、火力に寄せへんかったら無理なんですよね、勝つこと。だからね、もう一押し足りひんねん。今の回復力パーティーって。だから、限定小野寺を持っていない人は、このパーティー作ろうと思っても作れないんで、代わりはいないんで。だからちょっと、及川さんを決闘で使うのちょっと諦めてほしいなと思うんですけども。でもって、3枠目。3枠目がちょっときっしょいんですが、先行を取ってしまったんよ。これね。これが全てを物語っているんじゃないかなって。僕はそう思ってるんですけども。ここで割ってくれへんかな？割ってくれへんかったら僕の負けが確定する。あ。僕の負けが確定しそう。はい、負け。負け確という状況です。今日ね、決闘本番朝にやったんですよ。まあ朝にやったらこのガイ先生のパーティーが来て負けたんですよね。で、練習でやったらなんか変なレジェンド、なんか、あれ
風神とか使ってる変なパーティーになったんですよ。はい。で、まあこれもワンチャンいけるかなと思って今本番なんですよ。本番やったらガイ先生っていうね。ガイ先生嫌いになってもよろしくて、これ耐久がやっぱ今の環境できひんねんな。さあよしやすというわけで、はい、また先行、まあ、今回先行後攻あんま関係なさそうな気がするんですけども、ラスワクフリか、この対面もなかなか厳しいですね。ガイ先生じゃないだけまだマシなんですけども、まあブッチン割り着地していきまして、ほんでもってブチンつなげ、あ、素晴らしい。1枠目遊女攻撃バフだけやったら、あーら、まあ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 助かってる。ただしかしもうガイ先生のことしか考えてないんで、このパーティーは必殺ダメアップ全振りの解除パーティーなんでしょう。どうなるかわかんないんですけども、でもってあいつさん、まあそういうパターンか。1枠目割ってくれんな、これは2枠目か、かなりでかいんですけども、ほんでもってなかなかお互いともに入っていきまして、2枠目。これはね、どうしよっかな。先にここ割るか。いや、まず少年に託していきまして、ほんでもって上のハート割ろう。ここハート割って友情コピって、着地完璧になっていきまして、ブチンつなげ。行ってレジェンド2回発動。ここでね、レジェンドをね、2回発動することに意味があるんですよね、ダブルタップで。でもって、これは、これねー、これねーっていうパターンやな、これは。まあ、ここ割っとく？アスタ発動する意味ないしね。割っとこう。はいと。ほんでもって、ここなんですけど、やっぱ、高校やったらいけたやんけっていう定番のムーブやの。まあ、しゃーないというわけで、じゃんけんにね、文句言っても仕方がないんで、それはもう歴史上の人物にね、喧嘩売ることになるんで、じゃんけん考えた人って誰なんですかね。でもってここに関しては、5つ割りかな？あ、5つ割りの、当満に無事に入っていきまして、最近、当満入る人多いですよね、レジェンドで。ダメージ以下ほどというわけで、はい、ゴリほど。ほんでもってこっち、まあ 40% ガードにしては頑張った方じゃないかな。さあ3枠目、ここマジで重要やね。これは19個、どうしよう。盤面に必殺何もないから、合計 1,2,3,3つありか、いけるな。これ割って順当に、20万回復等々積みましょう。はい。まあ、あんま悪い必要なかったんですけども、必殺自動生成欲しかったんで。でもってレジェンドを貯めてお初していきまして、はい、他人に任せていきながらの、陣で、はい、温存していくという定番のムーブ。3ターンの方吸った？素晴らしい。ほんでもってここなんですが、2枠目のノエルで、あれ、バフ何パーぐらい積んでる？結構積んでるんで、ちょっとやばそうなんですけども。はいと。まあ、3つあり、安定で耐えたけど、ラス枠がちょっと怖いな、こうなったら。こうなったらラス枠やな、1つ温存。1つ温存もかなりやばいと思うけど。はいと。呼んでもって、浦原さん。あ、まあまあ入る。えらい。30万回復積んでいきまして、なんか逆転して、さあ、ここ。ここね、何でもできるな。どうしよう。赤を割るか。ほいと。で、この及川さんね、ちょっと言うの忘れてたけど、この割る属性ごとに効果が変わるんですよね。僕今、赤割りましたよね。赤と、黄色割りました。ってなったら、この赤と黄色割った時の2つの効果がこれ付随されるんですよ。これ何が付随されてるかちょっと見ようかなと思うんですけども。はいと。特性で赤を割った場合、赤5個以上割った場合、味方全体の攻撃 20% アップ。意味ない。意味ないというわけで349の丸キック以下ほど10個あり、流水合わせて 389% の10個ありなんですけども、ジョルノを使ったんで、
12個割ぐらいに火力相当してますね。以下ほどというわけで、属性は取られてるんですが、こうなったら及川さんめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思います。以下ほどというわけで、まあここも結構入るんですが、関係な及川さんの殺人サーブガン刺さっていくというクソ状況、ものすごく強いですわな。あの火力がガード貫通で入るんやから、そりゃ強えわ言う話で。さあよしゃすというわけで、また先行、どんだけ先行取りゃお前気が済むねんよ僕の高校くんはよ。早く出てきてくれへんかな、いつまで怪奇に試食しとんねん言う話で。ほんでもってここに関しては、そうですね、まあブーチン割り合っていきまして、まあ次の小野寺の変換がうまいこといくのを望むほかないですね今のは。まあいる、そんな感じ。ちょっとビビってしまった、2枠目お前やのにっていうのでちょっとビビってしまったんですけども、ガリ先生おらんのに必殺ダメアップ全振りの意味がちょっとよくわからんな。はい、と、まあいいでしょう、こっちにはアドしかないんで。はい、吸っていきまして、でもってここに関してはそうですね、これはここを順当に6個つなげてレジェンド発動して少年に託していきまして、でもって友情コピーからのブチン割りブチつなげで、着地はいい感じのところになるかな。これならねえな、ならねえわこれ。アスタでもっぱつるわ、これいい感じにならねえよな、ならねえよな、これこれならねえよな、なあいねえよな。まあいいでしょ、素晴らしいというわけで、まあ相手さんのね友情が友情やったんで、はい、まあ友情が友情やったんで、まあ別にそんなね心配する必要はないんじゃないかなと思うんですけども、はい、とお前を友情で使ってるやつは僕は久々に見たわ。3つあり以下ほどなんですけども、これなかなかいいのが吸えるね次。まあどうせ綱で吸収され返されるんですけども、まあいいでしょうというわけで、これなこれどうしましょうかね。何そのウォールマリア、素晴らしいのが形成されていったんで、ね、ぜひとも鎧の巨人となって潰していくんですけども、これなぁ、いい感じに着地、これなぁ、これどうするなぁ、これ皆さんやったらどうします？ワンチャンロジャーもっぱつ使って繋がらへん一つだけ割れるという未来を想像するか、もうこんな盤面になってしもうたんやから安全にこの辺割っていくか。ここですわな、ありがとうございます。まあいいでしょうというわけで、まあどっちにしろ及川さんのねダブルタップ条件はダブルタップ条件はダブルタップ条件は発動できるんで、あ、僕もウォールマリア形成しとる、いいでしょう。ここに関しては、ライトリュークの 60% バフか、座りますね。まあ、座れ返されるだけなんで、まあ、どうせ取ったもんが相手の家に帰るだけなんで、泥棒としてはいいんですけども、5つ割り、まあ、傘やろ、ダメージ。はい、素晴らしい。回復分でなんとかなるというわけでね。うんと、あ、回復できんよ、まあいいか。ほんでもって、ここに関しては、これやな、まあ緑割って、及川さんの緑って効果何、効果何やろ、ちょっとまあ後で見ますか。ブチン割り合っていきまして、ほいと1234567と、少年に託していきまして、緑は何の効果があるんですか。緑は、
黄色緑を5個以上つないだターン、味方全体を受けるダメージ8万軽減か。これ浦原さんの軽減倒しでこれ32万軽減されてるわ。ダメ減えぐ、304%。 はい、以下ほど9個ありなんですけども、火力的にはこれ13個ありぐらいですね。まあまあこれも冷たん、ああ、ま、有利属性じゃないか、不利属性かなんですけども、まあ関係ない。及川さんもうこうなったら及川さんは止められないんじゃないかなと思います。以下ほどというわけで、はい、あいつさんは3つあり4つありと、まあ圧倒的な火力を刻んで買ってくれるんじゃないかなと思います。以下ほどブチンと。それでもこんな入んのか、強ないか。さあというわけでラスト1回やっていくんですけども、やっぱまだちょっとなんか環境があかんね。2枠目小野寺がやっぱちょっとあかんわ。ここを何か違うもんに、せめて青に変えれればいいんですけども、青属性の回復依存なんか強いやつ登場しひんかな。あと回復力アップの友情技がもっと出てほしいね。ラス枠の菊丸みたいなさ、一旦必殺ダメバチアップの回復力バージョン、一旦なんか必殺じゃなくて回復力なんか 70% アップみたいな、そういうのが登場したらワンチャンある。必殺ダメアップはめっちゃ詰めんねんけど、回復力アップが全然詰めないんで、だからもうちょっとその回復力アッププラッシュアップしてくれたらもう嬉しいなと思うんですけども、はい、1枠目ゴリゴリ、ほんでもってここに行かん、またここ有利属性やん、またまたというわけで、なんでなんですかね、本当に意味がわかんないんですけども。ほんでまたラス枠、ラス枠もね、やっぱ緑ご飯ちゃん増えてきたんでね、なんだかんだ環境という難関なんですけども、ぶち割り、あ、全回収してくれんのはでかいな、かなり嬉しいんですけど、あ、危ない。そうですね、ここに関してはまあ安全に少年に託していきまして、安牌からの、まあ上の黄色割るか、 OK、 ほんでもってここつなげからの、まあルフィで吸収されるんでちょっと厄介なんですが、まあしゃーないというわけで、はい、つなげてブチン割り決め込んでいきましょうか。着地決まってんな、素晴らしい。5つ割り無事に決まっていきましてと、はい、虹もなんだかんだ、ピタゴラスイッチで割れた。ただここのダメージ恐ろしいぞ、ここのダメージマジで恐ろしい。攻撃バフも結構積んどるんで、龍いかほどというわけで、なんで龍って言ったんかわかんないんですけども、あいー、僕の脳みそがパニクってるのがもう直結して僕の語彙力崩壊につながりましたね。脳がバグったことによって僕の口もバグったんですけども、あー、ただ友情そんな感じ、これ多分耐えるけどラス枠で無理やろ、ここ耐えてもラス枠で無理っていう、これしょうもないパターンじゃん。てか今回さ4戦5戦かやって、3戦ぐらい有利属性取られてるくない、これなんでな、なんでなんでしょうかね。これまたこんな感じやん。これはね、絶対20万回復入れたいねん。絶対20万回復入れたいねん、これは。いや、さすがにワンチャン。ですよね。そうなったらですよね、なんで、これはね、ここですわ。えらいもんで、ここつなげていくというムーブ。はいと。まあ攻撃はできないんですけども、どうでもいいですわ、そんなんも。はい。ダメージ以下ほどというわけで。オッケー、これ回復入れてマジで正解やった。危ない、こって。アドバンテージ20万。ほんでもって恋していきまして、これはちょっとね、そんな友情ゴリゴリやろ？それ正解やねん、僕のパーティーにおいて。僕のパーティーにおいてそのムーブは正解な。あ、生人間ちゃうか。よかった。5つ割り。ここの5つ割りもきっしょいぞ。
の奥さん。これどうしましょうかね。回復を割るか。回復割ったらこれワンチャンなんかちょっと回復してくれるんじゃん。全効果覚えてないんでちょっとあれなんですけども、ハート割ったらなんかしてくれるんじゃない。あ、特性のところに回復が追加されてる。これと、黄色割っていきまして、はいと。あ、ちなみに黄色は必殺ダメアップですね。ブチン割り合っていきまして、バフが多すぎるんですけども、回復割ったら何、ハート5個以上繋いだターン終了で回復力の 30% で回復。ザッケーザッケローニ監督の 322%、流水合わせて 366% しか詰めないんですよ。これなんか絶対まくられて終わる気がするんですけども、いかほど。お、290万オーバー。ギリ耐えてくれ、耐えてくれ、頼むから。え、これどうどう、これワンチャンか、ワンチャン、ワンチャン、ワン、ワーン。